はい、ジェコムからお届け札幌人図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌人図鑑 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはソロ版の、暗算10段に合格いたしました東札幌小学校4年生の山田俊樹さんです。山田俊樹です。はい。そして札幌ソロ版ファクトリーの若松直弘先生です。若松直弘です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、JCOM のスタジオを飛び出しまして札幌市白石区にありますソロ版教室にお邪魔をいたしました。ソロ版教室なんか私子供の頃も来てないですから初めてかもしれないな先生。今なんかちょっと少なくなってきた気がするんですけど、そうでもないのかな。ちょっと盛り返したのかどうですか。あ、そうですね、なんか一時期少なくなってる時もあったと思うんですけど、うん、今はまたこう習い事として注目されていて、結構あると思います。そうなんですね。はい。なんと言いましても今日はこの山田くんがですね、山田くんいつ10段取ったの、いつだっけ。5月の検定。5月の検定で10段を取りまして、新聞でも大きくご紹介がありましてね。周りどうですか、どんな反応。学校から結構言われます。言われます、山田くんすげえなーみたいな。はい。なんか友達と行った時に計算してとか言われない。結構でも言われる。例えばあの、うん、野球のバッターの打率とかを私がこう、うん、授業の休み時間とかにちょっとふざけて、うん、何打数何安打の人の打率はとかって言うと、はい、パッと答えれるんで、うん、それもそれどういうこと、どんなんですか。ちょっとやってみましょうか。はい。ではあの41打数13安打のバッターの打率はいくつでしょう。3割1分7厘。正解です。合ってるの。なんでわかるのそんなこと。さあ、そんな山田くんってどんな男の子というところも含めてですね、今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日はこちらになります。じゃーん。じゃーん。週5で通うソロ版教室、夏休みにはソロ版合宿、夢はソロ版日本一。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。これね、ちょっと先に見せときますか。これは何ですか。山田くん、暗算検定10段に受かった症状です。うん、こんな症状。受かった時どうだった、家族の反応は。結構褒められました。褒められた。お父さん喜んでたでしょ。はい。なんかご褒美もらった。はい。何もらったの。ゲームのカセットと、ゲームのカセットとファイターズの観戦チケット。ファイターズの観戦チケット。やっぱりファイターズ行きたかったですか。はい。いつもとちょっと違う席だった。はい。ご褒美だもんね。はい。もう一つこちらは、盾でございます。すごいね、はい。立派な盾で嬉しかった。はい。ね、これもらったんでしょ。ちょっと胸に掲げて。はい。ちょっと立ってみてください。はい。こちらです。おめでとうございます。すごいぞ。としきくんは、いくつからソロバンを習い始めたんですか。1年生の秋から。1年生の秋から。そして10段取るまでにどれぐらい時間かかったの。2年半です。2年半。先生どうですか、2年半っていうのは。2年半っていうのは、うん、本当に驚異的に早いと思います。驚異的に早い、はい。うん、きっかけはどういうことだったんですか。両親が絶対将来役に立つって言って、うん、進めたんで。両親が絶対将来役に立つって進めてくれた、ね。お父さんもお母さんもやってたの。お母さんだけやってました。お母さんだけやってた。お母さん、私もやってたけどよかったよって言ってた。はい。うん、役に立ったよって。お父さんは。お父さんはでも、うん、俺はやってなかったから、うん、そんな計算できなかったけど、うん、周りの子は結構できて、やってる子はできてたっていう。うん、そうか。じゃあお父さんは自分やってなくて周りの子ができてたから、息子にはとしきやっといた方がいいぞって、うん、お父さんの言うこと聞いといてよかったね。まあとしきくんの日頃の1週間といいますと練習量はどうなんですか。週に5回教室に通って、うん、朝起きて自分でやってます。朝起きて自分でも。朝は自宅で自主練みたいな感じ。はい。朝はどれぐらいやってるんですか。朝40分ぐらい。毎日。それは毎日40分やって、
この週5でソロバン教室って言ったらかなりだよね。言っちゃ先生あれですけれども、実は今日収録させていただいているの土曜日で、土曜日の私午後3時半に到着しましたかね、こちらの教室に、はい、みんな教室びっちりで熱心でしたね、天気のいい土曜日にちょうど1週間後に検定試験があるので、そのちょっと特訓中でした。特訓中だったんですね、はい、だって今日なんかあれでしょ、朝から来てたんでしょ、はい、ね、朝から何時に来てたの今日は。10時に、うん、朝10時にですよ、土曜日の朝っぱらから入って練習して、お昼は家に1回帰って、うん、食べて、お昼食べて、その後また来ました。その後また来ました検定近いとこんな感じですか。あ、そうですね、はい、家近いの、はい、あ、家近くてよかったね。火曜日から金曜日行ったら平日じゃないですか。いつも4時5時です。4時5時ぐらいに来て、はい、何時ぐらいまでやってるの。7時半。あ、結構ですね。そうですね、はい、1時間だけやって帰る子もいるんですけど、トシキは毎日来て、で必ず2コマとか3コマとか複数コマやっていくので、教室での練習量もかなり多いです。あ、そうか、その子によるんですね。そうですね、やっぱりね、ここだけの話というとなんですけれども、やっぱりトシキ君最初から他の子とちょっと違うなって感じありました。本当に、うん、叱った記憶があんまりほとんどないですね。あ、そう、集中力も途切れないですし、はい、姿勢もいいし。あ、姿勢いいよね。姿勢いいですよね。姿勢の良さってやっぱポイントなんですか。あ、ポイントですね、はい、目が近いぞってうちはよくみんなにするんで、そういうのもしたことがないので、うん、1を聞いて100を知るじゃないんですけど、直接指示したことじゃなくても周りの子に言ってるのを聞いて理解して、はい、もうそれでなんとなく次はこうなんだろうなって予測して動いてるみたいなところもあります。本当、はい、すごいじゃないねえ、4年生だけど大人っぽい感じですね。そうですね、小さいけど中身は大人みたいな、なんかありましたよねコナンのようですねコナン君みたいだねっていう風にね、よく言われるらしいんですけれども。そうなんだ、やっぱ割とじっくり考えていくタイプですか。うん、うん、ソロバンのどういうところが好きですか。なんか、うん、検定で合格した時とか、うん、大会で優勝した時の嬉しさが、はあ、ね、やっぱ合格した時の達成感ですかね。大変なのは、大変なのは、うん、なんか暗算で桁が一桁増えて、うん、練習してる時とか、うん、大変。暗算で桁が一桁増えて、一桁増えたらだいぶ難しくなる、うん、あ、そうでしょうね。先生どうなんですか。でソロバンって言ったらソロバンパチパチだけじゃないんですね。あ、そうですね、特に頭の中である暗算ができた方が、うん、生活でも、うん、例えば大人になってからの仕事でも結構使えると思うので、うん、暗算に力を入れて、うん、特に練習してもらってますね、はい、今回としきくんが取ったのはその暗算なんでしたっけ。あ、そうですね、暗算の方です、うん、お父さんが羨ましがるその暗算の方でしょ。それで10段取ったんだよね、じゃあちょっとそのどんな腕前かというのをぜひ、ご覧いただきたいというふうに思います。ご覧いただきましょう。どうぞどうぞ7桁から16桁加減算です。願いましては9億6205万1843円なり、4721兆8537億9183万6520円なり、引いては1694万738円なり、316万4085円なり、加えて73兆918億5429万7652円では、はい、どうぞ。4794兆9465億8808万1192円。ごめんさん、よっ。では読み上げ暗算を読みます、読み上げられた数字を暗算で計算してもらいます。桁数は3桁から6桁です。願いましては7826円なり、19758円なり、324円なり、2万641円なり、87万6905円では、92万5454円。ごめんさん、よー、もう行っちゃった、近い。では答えをどうぞ。7882。
暗算のやっぱりポイントとか、今のとしくんがやってるのはどうなんですかね、どんな感じで。なんかピラミッドって言って検定試験で結構、はい、1番は優しくて、はい、40台あるんですけど、うん、40番は8桁になって、うん、1番は4桁なんですよ、徐々に徐々に難しくなっていて、はい、さっきやったの左側の方なんで、うん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 、トシキにとってそこまで難しい問題じゃないんですけど、うんね、自分の限界の桁の練習も結構してるので、うん、そっちの練習はなかなか、さっき言ったように苦しい、はい、けれど頑張ってやってる感じです。うん、暗算がやっぱり一番得意ですか。うん、ちっちゃいうちから始めると、うん、こう本当にイメージも浮かびやすいので、うん、はい、割と習得しやすいと思います。はい、暗算は何が得意ですか。割り暗算と見取り暗算。割り算、よい、始め。掛け算、よい、始め。そうは言っても小学生のとしきくんですから、ちょっと夏休みの話も聞いてみたいと思います。2つ目のキーワードこちらです。じゃーん、じゃーん、夏休みにはそろばん合宿。はい、ということで、やっぱりそろばんつながりなんだなと思うんですけど、でもいい色に焼けてるじゃないですか。そろばん以外で好きなことってどうですか。野球が好き。野球が好き。どこの持ってんの。守ってるところで遊びでやるんで、うんうんうん、そんな決まってはいない。あ、そうなんですか。いいね、公園で野球やるんだ、はい、あ、そうなん、いい色に焼けていて、うん、天才そろばん少年って言ったらちょっとね、あの真っ白い色のイメージありますけれども、としきくんはいい色に焼けてますね。夏休みのお楽しみは何ですか。そろばんの合宿です。そろばんの合宿だって言うんですよ。野球より。はい、なんか海水浴とかキャンプとか行かないの。キャンプは行きます。キャンプは行く。家族でキャンプは行く。そっちとどっちが楽しみですか。合宿の方が楽しみ。ファクトリーの教室だけで、うん、マコマ内に行って合宿します、うん、そうなんですか。何泊するの。1泊2日。そろばん三昧の1泊2日はキャンプより楽しいですか、うん、そうなんだ。去年はどんな風に過ごしましたか。去年夜更かしして夜更かしして。何話してたの。なんか遊んでました、いろんな。本当そういうのやるんですね。去年から始めて、はい、はい、で本当に丸初日の午前中から2日目のお昼ぐらいまでぶっ通しでやって、はい、っていう形で、割と思い切ったこうゲーム性のある練習もできて、はい、もう順番にこう走って持ってこさされたりとかですね、うん、そういったいろいろ合宿でしかできないような練習も結構入れてます、うん、ああそうなんだ。じゃあまた普段の教室と違って楽しみですね。うん、そのあたりもじゃあまた力をつけてくださいね、はい、あの10段取った時って自信があった、それともちょっと怪しいなと思った。自信はあります。あった。あ、そうですか。10段になるとまたちょっとすごく難しいんですよね先生。10段、ね、10段は本当に難しいですね、うん、あの10段以外は前回の点とかを少しこう合わせて3回分使って取れるんですけど、はい、10段だけは本当に一発勝負っていうのもあって、うん、さらに合格者もですね、はい、全国で5500人ぐらいの人が受けてるんですね。5500人、はい、全国で5500人受けて合格者、うん、10段合格者23人なんで、うん、0.4% っていう本当に狭き門、うん、すごいじゃない。 0.4% だったよ天才少年なんだね、すごいね。いやでも、うん、ダウンはその点数によって段が決まるので、はい、普通に一周の学年とか小さいと思う、うん、あ、そうなんですか。同じくらいの子と一緒に受けるんですか、はい、うん、まあ、年齢制限なく段、はい、ってこう大きな教室でやって、あで10段の試験ってわけじゃなくて同じ試験で点数によって決まるっていう感じなんですよね。うん、同じ問題で。なるほど、はい、あれだろうね、としきくんの隣の子なんかとしきくんがカカカカカカカちょっとびっくりするんじゃない。この子何なんだろうなんてね、びっくりしちゃうかもしれないね。気をつけてることとかありますか、やっぱ10段になると。字をきれいに書く。字をきれいに書くこと。どういうことですか。うん、10段は受かるために、うん、まず札幌で採点されて、はい、で10段の点数が取れたら、はい、札幌じゃなくて本部の方で厳しい字に厳しいところで採点される。
字が綺麗じゃなかったらバツになることあるんですか？はい、本当ですか？あ、それ結構ありますね、うちの教室の先輩もそれで何回も悔しい思いしてるのを見てるので、それもあってなんかこうより、はい、厳しいもんですね。なんだっけ、そういうのなんて言うんだっけ、自罰。自罰。私初めて聞きました。あ、そうですか。自罰って言うんですって、はい、ね、じゃあ字も綺麗に書かなきゃいけないし、厳しいところをくぐったんですね。うん、本当にこの度おめでとうございます。はい、はい、じゃあこれからの夢も聞いていきたいと思います。3つ目のキーワードこちらです。じゃーん、じゃーん、夢はそろばん日本一。はい、ということで、やっぱりこれかというふうに思いますけれどもね、その前に暗算10段だったらその次のまあ目標、近々の目標ったら何のか。珠算10段です。珠算10段、安山縦断できたら珠算縦断すぐなんじゃない？すぐでも、そうでもない。難しいですか？本当に安山より数倍難しくて、私も得意だったんですけど、取れたの中学校2年生なんです。今ちょっと問題違うんですけど、はい、でも本当に本当に難しいことには変わりがなくて、はい、今ちょっと自慢したね。俺は中学で取ったってもっと早く取れるかもしれない。全然違う。下げたんです。自分としては目標をどれくらいで取りたいと思う？小学生のうちに取りたい。お、小学生のうちに珠算の10段ってすごいですか？やっぱり。いや、それは本当にすごいです。うーん、はい、すごいね。先生より高い目標だね。すごい頑張ってくださいね。そしてこれは夢は日本一。私もうそこそこ取れたんじゃないのそんなのと思うんだけど、そうでもないんですか？そろばん日本一って言ったら総合的に、そうですね、そろばん日本一を決める大会って年に何いくつかこう権威のある大会があってですね、はい、そういった大会で優勝しないとやっぱりそろばん日本一とはなかなか認めてもらえないというか、そうなんで、うん、はい、まだまだ遠くの、そうなんですか、はい、なんか今すっごいそろばん日本一ずっと続けてる有名な人が一人いるって、はい、宮城県に土屋弘明選手という、はい、その人すごいダントツですか？なんていうの、白鵬ぐらいですね。そんなにイメージで言うと。あ、そうですか、大横綱なんだ。はい、へー。中間博先生も平成23年度のソロバンはソロバン。え、今なんて？平成23年度のソロバン日本一なんです。平成23年度のソロバン日本一、先生すごい。ありがとうございます。先生すごいじゃないですか。ずっと我慢してましたね。自分で言うといやらしいなと思って。私なんかさっき大変失礼なこと言いました。そんな先生、すごい先生に教えてもらってんのよかったね、はい、やっぱりじゃあ先生すごいなって感じですか？はい、厳しい先生。たまに厳しい。たまに厳しい。結構あれですね、そろばんやるっていうのは、私さっき教室見てて思ったんですけど、先生がはいシュ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 、はい、あと何分何分って、そういう感じなんですね。あ、そうですね、やっぱり上手くなってもらいたいんで、うん、どうしても厳しくなってしまいますね。うん、はい、誰も文句も言わず、はいって感じでしたもんね。そうですね。そうですよね。すごいなと思って、そろばん教室いいもんだなというふうに思いました。そして本当に夢はそろばん日本一ということで、そろばん10段を小学生のうちに取り、そしてそろばん日本一に何歳ぐらいでなったらいいなみたいな目標ありますか？言っとくとなるかもよ。ここだけの話。二十歳ぐらい。二十歳ぐらいで取れたらやっぱり先生すごいんでしょ？いや、すごいですよ、ね、はい、札幌に山田俊樹くんというこういうソロ版の天才がいますので、ぜひ皆さん応援していただきたいと思います。どうですか、今見てるちびっ子たちに。学校の算数の授業が楽になるんで、うん、結構いいです。うん、おすすめですか？はい。この夏休みおすすめでございますので、ぜひ近くのソロバン教室チェックしてみてください。じゃあせっかくなので、はい、ソロバンファクトリーこちらの住所とかちょっと教えていただいていいですか？はい、札幌市白石区東札幌1条3丁目 5-33 でセイコーマートの7年向かいにあります、うん、はい、はい、ソロバン教室、ソロバン日本一の先生が教えてくれます。ということで今日はですね、今年の5月、ソロバンの暗算10段を合格いたしました東札幌小学校4年生の山田俊樹さんと、そして札幌ソロバンファクトリーの若松直弘さんがゲストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。